おはようございます。週刊の実践161日目、たっぷり寝ました。9時間半。まあやっぱりね、ウマ娘二次創作絵コンテ撮アニメーション発表会に向けて全集中でやってきたんで、まあ疲れが出たんだなと思ってたっぷり寝ました。まあその前日もね、昼寝も入れてたりとかしたんで、仕事しつつそういう休みを入れつつで、おかげで体力はかなり回復してきたかなと思います。まあそんな中、脳がすっきりしてきたんで、やっぱり今後の展開としてやっぱりこう絵コンテ撮動画、まあやっぱり僕が描く絵っていうのはもともと絵描きでもないですし、絵は下手だったので、まあそれで24年かけてやっとあそこまで描けたぐらいなんですけど、まあ今後、VTuber プロジェクトも考えていくと、やっぱり 3D の技術が必須だなと思っていて、ブレンダーのね、練習ちょっとね、3ヶ月ぐらい前まではやってたんですけど、ちょっとそこら辺がストップしてるので、それを復活させて、まずはブレンダーを使って、モデリングをする、そして動かすことをする、まあ動かすように、技術を得る、そして、PV とかね、いろいろ作っていきたいなと思います。 F1 個の方もそうですし、 VTuber プロジェクトの方もそうですし、ちょっとこう 3D が必須になっていったので、まあその人を雇うっていう可能性はあったりもするんですけど、今は初めはね、アニメーター制作進行、その後 3D かなとは思うので、この順にね、少しずつやっていこうと思います。一気に入れたいっていう気持ちはあるんですけど、そうすると、失敗する未来しか見れないので、丁寧にコツコツと少しずつ増やしていこうと思います。はい、ということで週刊の実践161日目、スタートです。ご視聴ありがとうございました。ではブリオース。